一般に正解がないとされるドラムチューニングの中でも、特にタムとフロアタムには幅広い許容範囲があり、実にバリエーション豊かな音程、音色が存在します。つまりタムやフロアタムのチューニングをする際には、実際のチューニング作業以前にどんな音色、音程が存在するのかを知る必要があり、その上でどんな音色、音程にしたいかを考え、狙いを定める事前準備が必要なのです。そこで今回の動画では10インチから16インチまで5種類の口径に対し、それぞれハイからローまでチューニングレンジ全域の中から5種類のピッチのチューニングを設定。まずはこの動画でハイからローまでチューニングレンジ全域の音色を把握してください。次に再現したいピッチが決まったら、実際にチューニングを行ってみてください。あなたが演奏する音楽にぴったりの音色が、この動画で設定した25種類の音色の中にあるはずです。ぜひ皆様もこの動画を参考に、様々なピッチバリエーションのチューニングに挑戦してみてください。